ステージ3チーム目は神楽の皆さんです。どうぞ。ただいまご紹介に預かりました、愛知県名古屋市で活動しております神楽と申します。まずはこのような、素敵なステージでですね、皆様の前でもう一度ご披露する機会をいただけたこと、本当にありがとうございます。犬山陶芸祭もありがとうございます。犬山陶芸祭も残すところ時間がわずかとなってまいりました。先ほどもこの場で私皆様にお聞かせいただきました。皆様、犬山陶芸祭楽しんでいただけていますでしょうか。どうぞ拍手でお答えいただきたいと思います。ありがとうございます。皆様が1年間この犬山陶芸祭を楽しみにしてきたように、私たち神楽もこの犬山陶芸祭で大賞をいただく、勝ち取るといった思いで進めてまいりました。皆様に楽しんでいただけるよう、いえ期待を上回れる、そんな演舞をただいまより心を込めて披露いたします。披露させていただきます作品は遥かその先。今より300年前、徳川宗春公が始めた江戸の名古屋、遥かその先である現代においても受け継がれる伝統、そして新たに紡いでいく文化を皆様にお届けします。精一杯心を込めて演舞を披露いたします。皆様どうぞご声援手拍子よろしくお願いいたします。思い馳せるは遥かその先。
カメラの皆さん、ありがとうございました。